ジエーター水漏れ発見。タイミングベルトとウォーターポンプとラジエーターを交換します。はい、皆さんこんにちは、福さんです。それでは早速作業に入っていきます。今回はですね、タイミングベルトとウォーターポンプとカムのオイルシール、クランクのオイルシールの交換なんですが、冒頭でラジエーターの水漏れを発見しましたんで、ラジエーターも同時に交換したいと思います。まずラジエーターカバーの取り外しですけども、ラジエーターファンが邪魔になりますんで、ラジエーターカバーとファンを同時にですね、取り外そうという作戦ですね。これは福さん、ラジエーターファンを外そうとしているところです。福さん、今回は2カメにしてみました。2カメにするとですね、今回改めて気がついたんですが、編集時間が単純にですね、2倍になりますね。あ、ラジエーターファンが隙間から外れましたね。これはですね、福さん何かを外してますね。福さん何かを外しているところです。何かを外す福さんの映像ですね。あ、ベルトですね。これベルトを外していますね。ファンベルトが3本ありますんで、3本のベルトを一つ一つ緩めてるわけですね。で、ラジエーターファンが外れてますんで、プーリーも同時に外れる予定ですね。あ、今福さん工具を落としましたね。今福さん工具を落としたところですね。これ2カメにしたんですけども、残念ながらどっちのカメラも映っていないというね、うまく映っていないという残念な結果になっていますね。作業を一通り見せたいし、時間も短くしたいし、非常にですね、加減が難しいですね。あ、ベルトが外れましたね。これはですね、オートマオイルのホースですね。下の方についている車が多いですけども、この車の場合は横についてますね。なんかカメラが切り替わって非常にですね、鬱陶しいですね。オイルのホースが2本あります。誰？と申します。あ、はい。ちょっとこの辺新人挨拶前にさせてもらって、はい、ちょっとご挨拶だけでもさせていただけないかなと思ってごさせていただいたんですけども、はい。ちょっと名刺交換とかってお願いできないですかね。わかった。ちょっと待って。お分かりいただけただろうか。恨めしそうな声で叫ぶ女性の声が聞こえたのを、この世に未練があるのだろうか。
これはですね、ラジエーターの取り付けボルトを取り外しているところですね。これの下側のボルトがかなり取り外しにくいんですね。実際に作業をする人でないと伝わらないという、この辺が自動車整備の辛いところですね。これは編集しているんで、まあすぐに外れてるように見えるんですけども、実際はですね、ここで、かなり時間がかかってますね。ここの右側の下のボルトがとても、これ工具が入りにくくて大変なんですよ。こういうことを自動車整備でね、何度も経験してますんでね。クランクシャフトのボルトですが、非常に硬くて、いろんな工具で取り外しにかかってますね。そしてこれです。これが、プーリーを、押さえておく特殊工具ですね。今回のハイライトかも。これがうまく入れば、かなり硬いボルトも取り外すことができますね。これにもう一つ弓形の工具を合わせてですね、結構すごい力でボルトを緩めることができるわけです。大きな工具なんで入ればありがたいですけどね。今回はラジエーターを先に取り外しましたんで、作業スペースが、たくさんあって作業がやりやすかったんですけどもね。この工具が入らない時も、何度もありましたね。これが入れば閉めたもんですね。こうやってガチェットになってて、すごい力でボルトを緩めてくれます。ちょっと大げさな形ですよね。これは今でも売ってるのかな。これプーリーにダンパーゴムがあると、ダンパーゴムがちぎれちゃうんで、この工具は使えないですね。この工具が入れば外れますね。これこのボルトが外れるともうほっとしますね。これ一度緩めばもうあとは、ラチェットかなんかでボルトを外すことができますね。これ結構大きな工具なんですよね。それでは今日はここで一旦失礼します。ありがとうございました。